ドーニャツは、小崎雄介による日本の漫画作品。ヤングガンガンにおいて、2012年1号から連載中。何らかの理由で廃墟と化した東京と新宿を舞台に、ドーナツのような体を持つ猫もしくは、それに似た生き物、ドーニャツと、同様に食品のような胴体を持つ動物の姿を、した仲間たちの冒険を描く、異色ハード SF ロマン。 ドクロの転がる破壊された街並みを背景に、真横から見ると食品に見える体を持ち言葉を交わす、仲間たちの緩い生活を描く。ヤングガンガン公式サイト作品紹介ページにて、第1話を取得できる。単行本題一貫発売を機に、フィギュアやアニメグッズの製造、販売をする、アルジャーノンプロジェクトから、おかしなフィギュアどうにゃつ、おかしなストラップどうにゃつ、 アニメートオンラインショップからクリアファイル、マグカップ、ラバーストラップといった商品展開も開始された。2013年6月1日より全国劇場にて約2分間のショートムービーが公開された。2012年2月3日から同年3月1日にかけて同人漫画などを扱うダウンロード販売サイト、カミと漫画作成ソフト、コミポとのコラボレーションとして ドーニャツ、ベーガルのキャラクター素材を収録した特別仕様のコミポを使った企画、ドーニャツ漫画コンテストが実施された。この際に配布された限定仕様、コミポは、単行本題一貫発売に伴って2012年8月より、ヤングガンガン特設サイトにて再配布が開始され、同ソフトの無料体験版と、同様、ドーニャツたちの素材を使った漫画を作って、ブログや、 ツイッターなどで発表できる。以下は、単行本題一巻収録文のあらすじ。21世紀の新宿。荒れ果てた通りに、され神戸の転がる街で、主人公は、ベーガルと名乗る奇妙な姿をした猫と出会う。自分の名前を思い出せない、主人公に、ベーガルは、ドーニャツと名付けた。和のような彼の胴体を面白がるドーニャツだが、 ガラスに映った自分の姿もドーナツのようだった。互いにある時目覚めたらそこにいて断片的な記憶しかない二人は一緒に街を探索するが、どうにゃ、ガブタのような影を見かけ何者かの風を見つけただけで、そこに住むはずの人間は、忽然と姿を消していた。寝場所を求めてさまよう二人はやがて、王様ビルという城のような建物にたどり着くが、中で、ドーニャ。 つたちを待っていたのは彼らを食べようとするネズミの集団だった。ネズミたちの追ってからどうにか逃れた彼らはバームクーガーと名乗るドーニャツラと同様の姿をした猫と出会う。自宅でパソコンなどを使って情報収集をしているバームによると、この世界では3年ほど前から生きている人間の痕跡がないという。住みかのないドーニャツとベーガルはバームと共同生活を始め、 ほどなくしてずうずうしくて、力持ちのクマカロンや好飛車な女の子、ローニャを仲間に加え生活を共にし始めた。そんなある日、クマカロンとゴミ捨てに行った先で、かつてのネズミ集団、マチュマロに襲われたドーニャツは、一人は、ぐれてネズミにやられそうになった瞬間、不思議な空間に迷い込んだ。そこには、自分そっくりの猫がいたが、 巨大な手のひらに乗って乱入してきた豚によって、ドーニャツは元の世界に連れ戻された。仲間たちと無事に再会した彼が見たものは建物に寄りかかる巨大な人型のロボットだった。以下は単行本題4巻収録文に登場したキャラクター及びその情報である。なお、この作品のキャラクターは食品の体を持った動物と、 食品のような体を持った動物に似た生き物と二通りの説明がされるが、この節では全社に従う。2013年6月1日より、新宿バルト9ほか、ティジョイ系列の全国劇場にて、ショートムービーを上映。7月からは、YouTube やニコニコチャンネルにおいて、ネット配信されている。原作を比較的忠実に再現しているが、 キャラクター設定が異なっている。ありがとうございます。